今日はダイハツムーブカスタムの5段階評価していきます。ご機嫌うるわしゅう、アンデルです。ダイハツムーブカスタムのテーマですが、軽自動車と思えないような質感の高さというところがテーマになっており、走りももちろんのこと、内外装の質感といったところも上質かどうかといったところがテーマになってきます。ですから重要視していくところは、内外装の質感はもちろんのこと、走りであったり中の快適性であったり、そういったところが軽自動車と思えないようなレベルになっているかどうか、そういったところを重要視して見ていきます。グレード構成としては大きく分けて2つ用意されております。 NA とターボに分けられております。NA の方は X、 そしてターボの方は RS という名前で呼ばれております。そしてここに特別使用車が用意されているというような形になっております。全車 CVT、 そして FF と 4WD が用意されております。そして今回紹介する車両はムーブカスタムの RS ターボモデルになっております。 FF、 そして価格は165万円です。エクステリアはですね、質感が高く見えるように、また迫力があるように大きく見えるようにといったところは重要視して作られているエクステリアになっております。まず今回このカスタムがですね、今まではノーマルを基準にデザインを作られており、カスタムはどちらかというと後から作り直したというようなイメージのあるデザインだったんですが、今回はカスタムを基準に作っていったというようなデザインになってますので、カスタムが非常に整ったデザインになっているというようなデザインになってます。まず具体的にテーマに対してですね、大型なメッキのグリルを配置しております。質感の高さをアピールすると同時にですね、このメッキがヘッドライトにかけて長くいくようなデザインにすることによって、ワイド感の印象も与えております。またですね、よりヘッドライトを角張らせ、全体的にも角張らせることで、武骨な印象、迫力を与えるような印象を受けられるようなデザインにされております。そしてバンパーがですね、台形にしてより大きく口を広げることによって、安心感であったり安定感、そして走りの良さというような質感の高さをアピールするようなデザインの工夫といったところが、軽自動車という制限された幅の中でできているかと思います。サイドはですね、基本的には中のキャビンができるだけ大きくなるように薄いボディにはしてはいます。どういったところに対して質感を上げているかというと、まずはプレスラインをフェンダー周りに強く入れております。こちらに入れることによってですね、タイヤが下にグッと設置している安定感のある印象を与えております。こちらで走りの良さのアピールをされております。サイドホイールに質感の高いものを入れることによって、このフェンダーで目立たせたタイヤに対してさらに質感の高いものを入れることによって、サイドから見た時も質感の高い軽自動車だなと目を引くようなデザインをされております。制限されたボディの中でですね、かなり質感を上げるために、例えばドアの開閉音、こちらも軽自動車と思えないような質感の高い音になっております。そういった工夫がサイドでは見受けられるようなデザインがされております。それではタイヤ見ます。まずホイールのデザインは非常にですね、質感の高いものが入っているなというような印象があります。ムーブと似合っております。ディスクブレーキ、キャリパー前についております。このローター系が想像より少し小さいなという印象はあります。15インチというようになってます。リアも同様のデザイン、そしてドラムブレーキになっております。15インチというふうになってます。リアはですね、フロントと同様のテーマになりつつも、よりですね、キャビンが広く見えるように工夫すると同時にですね、実際に間口を広くして使い勝手もいいような工夫をされております。テールランプがですね、間口が広くなるように縦長にしております。ただ縦長はもちろんのこと、より縦に長く走らせることによってですね、中のキャビンが縦長で大きく見えるような工夫もされております。またこれをクリアにすることによって、カスタムらしい男性らしいデザインもされております。またフロントと同様にかなり角張らせ、プレスラインを強く入れ、武骨なデザインにすることによって、迫力、また軽自動車らしくないような印象、オーラというものを出していくようなエクステリアのデザインをされております。こちらによってリアから見た時にですね、広そうに見えるな、かつ迫力があり軽自動車と思えないような存在感といったところをテールランプでアピールしているというような形になっております。インテリアとしては規格外の質感の高さということで、軽自動車と思えないような質感の高さといったところが特に重視して作られております。価格に対してどれだけ質感高いかといったところも重視して見ていきます。それでは全体的な質感です。まずダッシュボード上はかなりハードプラが使われては
ております。ナビの周りはメッキを加色していてピアノブラックを使われております。中間あたりのミドルレベルですと真ん中あたりはですねピアノブラックを多く使われております。ドア側もですねピアノブラックを多く使われていて手の触れる部分ですので手の赤等がかなり目立つ印象があります。ドアノブの周りもですねピアノブラックを多く使われており、こちらも手が触れてしまうところ多いので、実際今目で見てもかなり手垢がついております。乗ってる方の手間が増えてしまうところは避けてほしいなという印象ありますので、ここの質感の上げ方はあまり良くないんではないかなという印象はあります。ただシートの質感、特にシートボリュームがありつつ触った質感もですねファブリックかなり良いです。アームレストもかなり弾力があって高さも良いですし触った質感も高いです。ステアリングシフトもですね一昔前の印象なるものなんですが、昔ながらも本革のような質感の高いものが使われていて、ここの質感の上げ方というのはいいなというふうには思います。シート座った質感です。ボリューム感がありながらも腰周りお尻周りはそこそこ弾力は持たせています。ただ全体的にもも裏であったり弾力を持たせてはいるので、腰痛に対してよくできてるかと言われるとそこまでではなくて、全体的に質感が上げにいってるというようなシートになっております。ただ腰痛出るか出ないかで言われると、やはり Nボックス 等の方がよりシートのクッション性が高いので、向こうの方が腰痛が出ないシートはできてるかなというような印象があります。まずフロント側の照明からドア連動とオフというスイッチになっております。そして個別でつくという形になっている、クリアなランプでこの質感は高く見えるんですが、天井周りはカスタムですので黒い天井にしてほしかったなというふうには思います。もう少し男性らしい印象を与えても良いんじゃないかなというふうに感じます。続いて中央はドア連動オフと一般的なものになっており、電球色がクリアになっている、質感高く見えます。ただ全体的にやはり見た目は良くないなというふうには感じます。続いてサンバイザー見ります。開けると鏡のみというふうになってます。助手席側も鏡のみというふうになったり、質感もあまり高くは感じないものになっております。ルームミラーはですね後方見たでかなり後方視界が良いです。ただそれを補うぐらい縦長になっているのでここは十分だなと思うんですが、やはり最近はこういったルームミラーもですねベゼルレスになってきたり、付け根もかなり質感なかったりしますので、少し遅れている印象はあるかなというような見た目にはなっております。ステリング触った質感は冒頭申し上げた通りいいものになっております。スイッチは見た目通りそこまでかなという印象になっております。そして右側にはですねオドメーター切り替える、そしてパワーモードにするスイッチも用意されております。こちらで加速感も変わるという形になっております。続いてクラクション見ていきます。軽自動車らしい音になっております。続いてステリング調整見ています。上下は2センチ程度ですね。前後はもちろん変わりません。続いてレバー類見ます。まずウインカーレバーはダイハツらしくですねワンタッチウインカーになっていますね。ですので使い勝手が悪いものになっております。非常に私はこれだけで買いたくないなと思ってしまうので、これは嫌だなと思います。続いてワイパーレバー見ます。まあ、質感は見た目通りですね。続いてメーター類見ます。まず真ん中がインフォメーションディスプレイになっていて、両サイドにメーターがしっかりとあるような形になっております。質感は高く見えます。右にはスピードメーター、左にはタコメーターという形になっており、かなり質感の高さを感じます。インフォメーションディスプレイで真ん中には情報及び下には燃料系、ギアのポジション、そして一番下には走行距離という形になっております。見え方はいいんですが、現代とは違うような印象はあるかなというふうには感じますが、昔の感覚がある方はむしろ好印象かなと思うようなデザインにはなっております。まず送風口全体的に同じようなものになっていて、ルーバーの向きかなり変わります。上下も変わるという形になっており、端に寄せると前平にはなるんですが、前平力はあまりないようなものになっております。続いて運転席周りのスイッチで見ります。まずエンジンのスタートスイッチにつきましては、第2チャンネルで私は考え方を上げてますので、ぜひご覧ください。これはですね、右側についております。かなり低い位置にはあるので、少し前かがみな印象はあります。ただ右側にあって、どことも干渉せず押せますので、そこは良いですし、スイッチの周りのメッキ加色で質感も上げてますので、良いなというふうには感じます。その下、走行に関わるスイッチが用意されております。その左にはシートヒーターのスイッチも用意されております。それでその下、急行のレバー。用意されております。その右にはボンネットのレバーという形になっており、レバーの形が違うので引き間違いはないかと思いますが、強いて贅沢を言うならば給油口のレバーはノッチ式にしていただけるとより嬉しいかなというふうには感じます。続いてドア周り見ります。印象としては冒頭申し上げた通りです。ハードプラが使われております。ピアノブラックが大きく使われています。またファブリックを使われております。質感は軽自動車の中では高いなという印象があります。ドアレバーもメッキ加色されている質感は高いです。ただ指3本程度くらいしか入らないので、もう少し大きいと男性も使いやすいかなという印象があります。ドアグリップは必要十分な大きさになっております。ウィンドウのスイッチは運転席のみオートになっております。質感は見た目通りですね。
ミラーの調整のスイッチも質感は見た目通りのものになっております。ナビはですねメッキ加色されていて周りがピアノブラックにされているのでかなり反射目立つようなものになってしまっております。また操作した形はまあ昔ながらといった印象があります。まあここはもう少し次のモデルチェンジで変わってくるところかと思いますので特段何も言いませんが見た目通りのものになっております。それでその下にはですねハザードスイッチ用意されております。手の届く位置で良いかなと思います。質感は見た目通りですね。シフト触った質感は革になっていて質感高いです。メッキ加色されていて良いなと思います。シフト変えた形はですね D と S と B が用意されております。また戻すとニュートラルといった形で入れ間違いがかなりあります。もう少し接度感を持たせていただきたいですし S と B も用意されているので通り過ぎてしまうのでこのシフトの操作した形はあまり良くないというか悪いなというような印象あります。こちら改善点だなというふうに感じます。その左にはエアコンが用意されております。真ん中で温度を変えたり上で送風の量を変えたりという形になっております。ピアノブラックになっていてボタンはかなり手垢目立つようなものにはなってしまっております。質感は高い印象があります。それでその下にはシガーソケット用意されております。まあ使い勝手は見た目通りですね。そこまでかなと。続いてその左にはですねコンビニ服用意されているという形になっております。それでは収納見ています。まずドア側から大きく書類が入るようなくぼみ用意されております。続いて運転席送風口にはですねドリンクホルダー一つ用意されております。走行にかかるスイッチの下にはくぼみ用意されております。こちらで ETC と付けられるかと思います。続いてステリングの下にも収納用意されております。何か小物等を置けるような空間になっております。ハザードスイッチの右側にはですねスマホ等が置けるようなくぼみ用意されております。続いてシフトの下にもですねゴミ箱代わりになるような収納場所用意されております。アームレストはですね触った質感かなり高いですね。ここはよろしいなと思います。開けると収納になっております。拳で3つ程度入りますのでまあそこそこサングラス程度入るかなというものになっております。続いて助手席の前にはまずティッシュボックスが入るような収納場所を用意されております。その左にはドリンクホルダーという形になっており開くと自動で開いてきますので非常に質感高いです。でその下にはグローボックス用意されております。開けると車検証は厚いので1冊もう1冊入ればいいかなというくらい。続いて助手席下にはねトレイが用意されております。引き上げて引っ張ると開きます。ちょっとですねシートの調整のレバーと干渉してしまって使い勝手悪いです。それ助手席側のドアポケットも運転席同様に小物が一つ入るというような形になっております。それでは助手席見てみます。まずシート座った質感です。かなりボリュームがあって座り心地いいなという印象あります。またサポートも立っているので意外とコーナーで体が揺すられないような座り心地になるようなシートになっております。ここ素晴らしいですね。また視野もかなり開放感があって圧迫感は全くありません。足元空間は座面とフロアがまず適切な高さなので思ったより膝裏が開かない形になっており休まる形になっております。また直線の空間かなり用意されており今シートの調整は真ん中あたりですね。後ろに下げることもできるんですが必要十分しかも真っ平らになっておりだんだんフロント側に行くほど勾配が上り勾配になってますので足がかなり楽に座れる形になっております。この車助手席が一番快適かなと思うぐらいの座り心地になっております。後席もですねやはりテーマに対して、まあ、どれだけできてるかどうかももちろん見ていきますし快適性もどうかもちゃんと見ていくという形になります。シート座った感触です。前席と変わらずですね非常に高い質感になっております。素晴らしいなという印象あります。座った形も腰痛も特段出ないという形になっておりボリューム感もかなりいい軽自動車と思えないという印象はしっかりとあるというシートになっております。ただもちろん悪いところもあります。ヘッドレストまでの距離がかなりありますので首をぐーっと傾けても全然当たらず当たった時にはもう首が上がりきってしまうので何か追突をされた時に頚椎を痛めてしまう恐れがありますのでここは危険だなと思います。ただ悪いところだけでもなくてですねシートこれ今一番後ろにしております。一番前にするとですねかなり自由度があります。拳で言うと1個2個3個かなり変わるという形にもなっておりますしリクライニングもですね今一番立てたところが隣のシートになります。また一番寝かせると非常に倒れるという形になってる後ろでも非常にくつろげる寝れるような体勢になりますのでこのリクライニング角度であったりシートの調整の幅こういったところは大変素晴らしいなというふうには感じます。まずルーフのグリップは一般的なものになっております。特段フック等は用意されておりません。ウィンドウは外から見た通りの形になります。開けるとですね少し残るという形になっております。全体的な質感はフロント側と変わらずハードプラは使われておりファブリックも使われピアノブラックも使われるという形になっております。特段鉱石でコストが落ちたなという印象は特段ないという風な印象があります。ドアレバーも一緒のものですね使われており指が3つ入るようなものになって
おります。ドアグリップも同じようなもの、そしてウィンドウも同じものが使われております。使い勝手は見た目通り無難なものになっております。そしてドアポケットにはドリンクホルダー1つ、小物が1つ入るという無難な形になっております。助手席側の後ろにつきましてはコンビニ服用意されていたり、シートポケットが用意されていたり、または助手席側の後ろのドアポケットもこちら側と同様にですね、ドリンクホルダー1つ、小物が1つ入るという形になっております。またですね、少し目立ってしまうのがシートベルトの付け根がかなり後席側に寄ってしまっているので、もう少し運転席の方に落とすとより乗り降りの邪魔にもならないですし、見た目ももう少しスタイリッシュだったかなという印象もあります。ただもちろん悪いところばかりではなくてですね、例えば座っていった時にシートの下のこのしっかりと張り出しがあるおかげでですね、ふくらはぎに当たって踏ん張り感もありますし、このフロア根本的に真っ平らにできていて足を伸ばせます。また運転席の真後ろに配置されているので運転席下にも足を伸ばせます。ですから足をブッと伸ばして、まるでですね足を放り投げるようなアルファードの後ろのようなこともできますので、後席の大きさは本当に軽自動車と思えないような広さであったりあるような形になっているのが素晴らしいなと思います。それでは空間見ります。まず運転席が173センチの私に合わせて調整しております。後席はですねシートスライドたくさんできるんですが、今は一番後ろにしているという形になります。まず頭上空間見ていきます。拳が1個ぴったりという形になっております。膝前空間見ていきます。拳が1個2個3個4個、拳4つ入ります。上下そして奥行きとも十分だなというふうに感じます。そしてですね、前後に関しましては調整するとかなり前まで出ます。一番前まで出した状態でですね、拳が1個ぴったりという形になったり、拳3つ分の調整があるというふうになっております。まず後席のレバーはダイハツのエンブレムの真下にありますので素晴らしいなと思います。開けます。かなりハッチは軽いです。ハッチの上がった高さはだいたい私拳入らないぐらい、平手2枚ぐらい、結構低めだなという印象ありますが、まあ、女性もかなり乗られるような車ですので、これはこれで良いのかなと思います。ハッチのこちらの上がるバーがかなり内側にあるので、思ったより荷室の狭さを感じてしまうようなバーの場所になってはおります。広がった開口部です。見た目通りですね、そこそこな大きさになっております。そして装備もそこまでないという形になっております。左に照明が1個用意されているという形になっております。それではですね、後席からできることを紹介していきます。まずですね、こちらのリクライニング倒すこともできます。また後席の前後の調整はこちらで引っ張ってするという形になっており、戻すときは戻しやすいというような形になっております。そして荷室下用意されております。くぼみあります。指入れると開けられるという形になっており、かなり大きさあります。バッグ1個程度入れると思います。非常にいいなと思いますので、中のグローブボックス等の荷物を置いても良いかと思います。それでは今度後席倒していきます。差が分かりやすいように右は一番奥にします。そして後席倒していきます。肩のレバーを引いて倒すだけという形になっております。後席倒した姿がこちらになります。思ったよりもですね、段差が多くあり、使い勝手はそこまで良くないのかなという印象があります。後席の座ったクッション性が良かったためにですね、やはりそこまで倒れないんだなというふうに感じます。これであれば例えばですが、 N ボックスのようにダイブダウンをできるような機構にしないと、なかなか使い勝手は難しいようなものになってしまっているかなというふうには感じます。それではですね、こちらを使用してワイスタイムしていきます。どうも、おまひさです。今日もですね、このムーブで車中泊とお昼レビューをしていきたいと思います。今の状態は助手席リクライニング前、前幅も前、後席はバタンと前に倒しております。荷室の床面耐久性はあまりないですね。不安感があります。そして荷室にあぐらをかいた状態で拳が1個程度です。まずまずといった状態です。はい、車体と水平で寝てみますね。頭が助手席の背面につくような状態になります。なので車体と水平では絶対に車中泊はできません。また車体と斜めで寝てみても、頭が助手席のシートレールの上にあるので、工夫をしても寝ることができないと思われます。今の状態は助手席のヘッドレストを取り、後席とつなげてみました。寝転んでみました。惜しいですね。頭が少し座面についており、足元も少し助手席の収納空間についておりますね。快適に寝ることはできません。お昼寝やっていきます。まずはゼログラビティができるかどうか。これはですね、これ普通ですね。シートはですね、腰を預けるように柔らかいですが、足元空間に少し段差があり、そちらでリラックスができません。
フルリクライニングはですね、良いです。先ほどの足元の段差が気にならなくなります。しっかりと腰を預け寝ることができます。それでは総合してきた感想になります。視野はですね、全体的に開放感があって見やすさもあり、 A ピラーもですね、三角窓用意されておりますし、ミラーも適度にこちらに寄っているので視覚も減らす工夫もされておりました。まあもちろんボンネットは見えないという形になっております。後方視界もですね、かなり開けていますので、こちらで視覚が多いと思うような車にはなっておりません。視野では悪くないなという印象がありました。続いて乗り心地です。まずボディからかなりこの車静粛性があって、軽自動車と思えないような静かさがあって、ここは良いなというふうに感じました。また強度はですね、最近の車に比べたらそこまで剛性感はないですが、ただ悪くはない剛性感ですので、そこで特段何かあるということはないかなという印象があります。また乗り心地に関しましても、硬さはあるんですが適度な硬さで、コーナーでもかなりスッと入っていくような硬さでありつつも、まっすぐ走っていても不快感はそこまでないという硬さになっております。ただ人によってトヨタの柔らかさが好きというような方であったりすると、少し硬さを感じてしまうような、固めな乗り心地には感じるかなというようなものにはなってはおります。続いてシートがですね、かなりいい印象を与えてくるようなシートになっておりまして、こちらで良い印象になってくるという形になっております。ステリング触った質感良かったです。ただ剛性感はあまりなくてですね、スルスル曲がっていく形になっており、かなりだらけたステアリングになってしまっておりました。ただ乗られる方がですね、そんなにステアリングに剛性感だったりクオリティを求められはしないので、こちらで減点等はしないですが、ただやはりステアリングの剛性がないとステアリングの感覚を取りにくくなってしまうので、タイヤをぶつけてしまう方はそういった車に乗られていることが多いので、このステリングの味付けですとあまり運転としては良くないかなというような形の印象が特にございます。続いて加速減速です。まず加速から、 CVT とは思えないぐらいリニアな加速で大変素晴らしいなというふうに感じました。特にエンジンの吹き上がりも、こちらターボになっているんですが非常に良くてですね、本当に軽とは思えないぐらいぐん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 引っ張っていく加速なので、こちらで何か不満を持たれる方いないかなというふうに感じます。また加速が物足りなければ、 S モードにするとよりリニアに加速しますし、パワーモードするとよりトルクフルに加速をしていくので、こちらで特段何か嫌だなと思うことは全くないですし、軽とは思えないぐらいの加速をしますし、この CVT の作り込みに関しましては他のメーカーに対しても圧倒的なレベルの差がありますので、 CVT だからダメだと思い込んでしまっている方は、一回この車に乗られると CVT の価値観も変わるかなと思うような仕上がりになっておりましたし、エンジンの吹き上がりも素晴らしかったです。ブレーキがですね、端的に申し上げると悪いです。ブレーキを踏んだ時に0から100があるとして、100がマックス効くブレーキだとすると、50まで全く効かない N ボックスと似たようなブレーキになってしまっております。そこからグーッと踏んでいくとやっと効いてくるという形になりますので、焦って踏んだ時に遊びが多くて焦るイメージがあります。ですからこのブレーキのマスターバックの容量をもう少し増やしてほしい、もう少し初手から効くようになってほしいというふうに感じます。乗った印象としては 50% までカシュッという印象があって、またフットブレーキにこちらサイドブレーキがなってしまっているので、最近はこういった車格の車も電動パーキングになってきてますので、そこも少し残念かなという点ではあります。それはなぜなら質感の高さというところがテーマになってきてますので、よりそれを感じてしまう点ではあります。続いてペダルレイアウトです。足をパンと出した時はアクセルを踏んでしまうようなものになってしまっていますので、かなりレイアウトとしては不安全だなというふうに感じます。もう少しレイアウト意識をですね、前に出していただいて、アクセルブレーキを全体的に右に寄せるともう少し良くなるので、この配置工夫の仕様はまだあるなというふうに感じました。質感の高さと訴えているテーマに対しては良くないですし、やはり車というのは人を殺めてしまうような車作りはダメですので、これは良くない点だなと思いますので、減点をさせていただきたいというふうに感じます。ただレイアウトを手前にするとですね、このステアリングとの位置がかなり悪くなってしまうので、ステアリングの調整もできるようにしていただけると、より安全に疲れない車が出来上がりますので、ここはコストをかけてもいいんじゃないかなと私は思ってはおります。あとですね、走行していった時に気になる点としてはですね、かなりですね、低速の時の減速であったり加速であったり、アイドリングストップの開始および停止というそこのギクシャク感がかなりあるので、低速であったらアイドリングストップのギクシャク感、こちらが非常に強く出てしまっていて、テーマの質感の高さって言ったところとは全く相反する、安い軽自動車のアイドリングストップだな、安い低速走行だなという印象がかなり出てしまっているので、こちらも悪いなというふうに感じるような味付けにはなってしまっております。それでは評価に入ります。評価は5段階中3です。
普通です。根本的な内外装の作り込みであったりシートの質感であったり快適性、快適装備といったところは必要十分ですし、まあ、軽油がとりあえず欲しいという方でこの車格が欲しいという方であれば、まあ、満たすところではあるかなという作り込みにはなっておりました。ただ4号を上げるようなところまで行ってないというところがあります。具体的にどこかというと、例えばペダルレイアウトであったり低速走行のギクシャク感、アイドリングストップの安っぽいギクシャク感、そういったところの作り込みがまだ今一つだなという点が強くありましたし、最近では例えば鉱石を倒した時によりフラットになったりですとか、そういった付加価値も出てきている車が多くあります。ですから今の軽の中で必要十分ではあるんですが、テーマで掲げた軽自動車と思えない作り込みレベルといったところは今各社レベルが上がってきておりますし、今の作り込みといったところに対しては少し遅れているような作りになってしまっていますので、そういったところを足し引きさせていただいて評価を3とさせていただきます。それでは皆さん良いカーライフを。